心診療所チャンネル。ご質問にお答えします。今回は HSP と適応障害は違いますかについてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回お受けしましたご質問は HSP と適応障害は違いますかというご質問です。お答えとしては基本的には違うけれどもつながることもあるというふうにお答えします。まずこの HSP とはですけれども、これはハイリセンシティブパーソンの略でして、高度に敏感な人ということです。生まれながらの敏感さがあって、いろいろなことが気になるというところ。精神科的な言葉ではないんですが、精神科的に近いものとしては、いわゆる生まれながらの不安障害。日本でいうと不安神経症という言葉が一番近いかと思われます。続いて適応障害とはということですけれども、これはストレス反応に伴う各種のうつ症状になります。脳の不調はないとされまして、ストレスから離れると改善する。これはうつ病との違いになります。その人にとってストレスがある種許容量を超えたときにこれが出てくるというところがあります。基本的にこの2つは違うというところ。まず1つ目の違いとしては、用語の起源の違いというところがあります。この HSP はあくまでこう心理学的な用語になります。一方、適応障害は精神医学の言葉になります。あとは原因も違うというところ。HSP は生まれながらの敏感さというところなんですけど、適応障害はあくまで後天的なもの、ストレス反応ということになります。一見するとこの2つは全く違うというところ。しかし時につながることもあります。これどんな時につながるのですかというご質問があります。答えとしては HSP を背景として適応障害になることがあるというところです。ここで適応障害とストレスを見ていきますけれども、浴槽の例えを見てみると分かりやすいと思うんですが、浴槽があって水が入って出るということがあります。入るものが多くて出るものが少ないとだんだん溜まってしまって溢れると発症するような、そういったイメージを持っていただけたらと思います。ここでじゃあ HSP があるとどうかと言いますと、この入ってくる量が圧倒的に多くなってしまう、結果溢れやすくなってしまうというところがあります。そういうところからも HSP では適応障害のリスクがあるというところ。なので適応障害では特にストレス対策が大事というところがあります。ここにおいてのストレス対策、ストレスマネジメントを大まかに振り返っていきます。対策は先ほどの浴槽の例えを見て分かるような3つになります。まずはストレスをためないというところ。そしてストレスを出す、発散するというところ。3つ目は容器を大きくする、体勢をつけるというところになります。少し見ていきます。まずためないということですけれども、対策としてはまず気にしすぎず受け流すというところ。真に受けないというところが大事です。そして考えすぎないというところ。内側でストレスを溜め込んでしまわないというところ。3つ目がストレスをあまり溜めないような環境選びになります。少し見ていくと、まず気にしすぎず受け流すということですけど、どうしてもこれ HSP 傾向ありますと無意識にやってると気になってしまいます。なのでもこれはもう意識的にやっていく必要があります。気にするということを行動分析して、これがどんな効果があって逆にどんな悪影響があるのかを見ていって、おそらく気にしない方がいいはずですので、だとしたらそういう気にしそうな時に一歩引いて意識的に受け流す、意識的に気にしないような練習をしていくことになります。続いて考えすぎないというところ。これも無意識ですとやはり考えてしまう。これが HSP の特性だと思います。で、これもいわゆる考えすぎる。その中でも特にいわゆるぐるぐる思考、考えがぐるぐる回ってしまうということに関してやっぱり行動分析をすると。この効果は何で、影響、悪影響は何かということを考えると、やはり考えない方がいいと思います。とすれば、考えそうな時、ハマりそうな時に一歩引いて、一番シンプルなのは別のことをする、別のことを集中すると一旦切れますので、それをするといいと思います。続いてが環境選びになります。これは HSP 関係なく、環境から人はもういろんな影響を日々受けていきます。なのですごく大事です。そしてさらに HSP が傾向あれば、そういう受け取るものが他の人と比べても大きくなるというところがあります。なので、合ってる環境、受ける影響を選ぶということがより大事になってくるということがあります。続いてが発散するになります。発散方法を見ていくと、まずはストレスの発散というところ。2つ目が休養の確保というところ。3つ目が自分への声かけになります。まずストレスの発散ですけれども、溜まったままにすると良くない。溜まった時は早めに発散して溜め込まないようにするというのが原則になります。発散できる方法もしっかり持っておく。自分の趣味的なことでもいいと思います。それ没頭してパッと発散できることを持っていくというところ。一方で仕事などをしているとなかなか長時間の発散が難しいこともありますので、それと他に短時間でちょっと軽く発散できるようなこと、方法を持っておくということもまた大事になります。続いてが休養の確保です。HSP はどうしても疲れやすいというのが性質上あります。なので休養の確保は普通の人でも大事になってきます。
生活リズムの土台として、まあ、睡眠をしっかりとるというのがまず基本になります。睡眠で回復するというところ。その他にも短時間でもちょっと緊張を解く、リラックスすることによって気疲れを減らすようなちょっとした休養確保の時間を作るのも大事かと思います。3つ目が自分への声かけになります。 HSP が結構あるとそういう言葉などに関してより影響を受けやすいということがあります。できれば他の人からいい声かけがあるといいんですけども、この他者からの声かけというのは、まあ、相手機嫌悪かったら嫌な声が来ますので運の要素が正直強いだとすれば、自分でそれは何とかする、自分で自分をプラスにする、ある時は励ますでしょうし、ある時はもう自分をリラックスさせるでしょうし、そういう声かけを自分で自分にしていくことは大事かと思います。続いてが体勢をつけるということになります。方法としてはいわゆるマインドフルネスの方法、あとは生活リズムの確保、軸の明確化というところがあります。まずはマインドフルネスになりますけれども、これは今の自分の状態、まあ、考えとか体の状態も含めて、ね、意識を向けてそこに集中するという方法です。それによって自分の感情や状態などを把握すること、それによって対応しやすくなるというところもあります。あとは嫌な感情とかも含めて状態を受け入れるということによって、逆にもがきすぎず影響が減るというところを期待するところがあります。それで余力をつけるというところです。続いては生活リズムの確保です。体調、体の調子というのは実は精神状態安定の柱、ストレスに負けないための柱でもあります。そして生活リズムというのはこう体調の一番の土台になってきます。で、HSP でありますとどうしても考えすぎてしまってリズム崩れることがあるので、その考えすぎでもリズムの乱れというのをうまく防いでいくことが大事です。続いてが軸の明確化になります。 HSP 傾向あると良くも悪くも相手に振り回されてしまう、それによって余力がなくなってしまうということが多いです。対策としては軸を持っていくこと、自分自身の過去とか何を大事にしてきたかなど振り返るなどを通じて、自分のこうやっていくという軸は何かということを明確にしていく、ポリシーを明確にしていくというところ、それによって外に振り回されにくくなって結果余力ができてくる、ストレスが来ても対応しやすくなるというところがあります。今回はご質問、 HSP と適応障害は違いますかについて見てきました。 HSP は生来の敏感さ、適応障害はストレス反応、用語の由来も含めましてこの2つは本来別物です。一方 HSP が元にあるとストレスの敏感さというところからストレスに溢れてしまって適応障害になるリスクがあるため注意が必要です。特に HSP 傾向ある場合はストレスをためない、発散する、体制をつける、このストレスマネジメントの徹底が大事になってきます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録していただけると大変励みになります。